それでは大変お待たせしました。こまちゃん天気でのミーティングタイムを行います。最後までごゆっくりとお楽しみください。まずはこちらごまパーサラシのプールでトレーニングを行って、それが終わりましたら、ケープペンギンたちの餌やりに移っていきたいと思います。現在名古屋公衆水族館では2頭のごまパーサラシを飼育しています。まずは私の目の前に来てくれたのはオスのごまふわざらしの嵐です。さあ嵐もローリングしてご挨拶です。こんにちは。こっちの前もこんにちは。さあそしてもう一個女性のトレーナーのトレーニングをしているのは9歳です、菜の葉です。さあ先ほどからローリングしたリンガーがくるくる回してくれたりとトレーニングをしています。ゴマフアザラシという名前の由来となっているのが全身にあるこの黒いゴマ模様です。これはですね、皮膚の模様ではなくて毛の模様なんですね。さあ、そしてこのゴマ模様一生変わることがなくて一頭一頭微妙に違うんです。例えば私の目の前の嵐のゴマ模様は全身に細かいゴマ模様が散らばっています。それに比べてもう一方のナノハご覧ください。ナノハはですね、背中全体黒っぽくて、そしてゴマ模様が少し大きめです。このような違いがあるんですね。さあそしてゴマフアザラシたち、前足やヒレ、後ろ足がヒレのような形をしていますので、ヒレ足組というグループに属しています。さあ見てください。前足、そして後ろ足、指と指の間に、膜のようなものがありますね。このような形をしていますので泳ぎやすくなっています。よし。そしてゴマフアザラシたちはこのように陸上はですね、前足を使いながら芋虫のように張って歩くのがアザラシの仲間の歩き方です。よし。よく足と間違われることがあるんですけど、足は4本足で体をしっかり支えて、ただただと歩くことができます。これはアザラシですね。よし。そして泳ぐとき、どんな泳ぎ方かちょっと見てみましょうか。アザラシですね。実は氷がすごく大好きなんですね。そうですね、氷ちょっと投げるとすごいスピードで、氷を追いかけてくれますので、いきますよ。さあ一瞬でしたが、このようにですね、ゴマフアザラシは、水中ではすごく素早い動きをすることができます。よし。さあ、そしてこのゴマフアザラシたち、体の細かい部分もぜひですね、皆さんにご覧いただきたいと思います。よし。まずは、口の中をご覧いただきたいと思います。はい、調べてください。前の方にはですね、鋭い犬歯が入っていて、よし。そして、奥の方には、三角形の形をしたギザギザの歯が生えています。よし。基本的に餌は丸のみです。この歯は何の時に使っているかというと、生きた魚を捕まえる時とか、大きな魚をかじり取って食べるという、そんな時に使います。よし。そしてこの口の前にある硬そうなヒゲにもご注目ください。このヒゲですね、センサーのような役割をしています。よし。このヒゲの根元にはたくさん神経がありまして、魚が泳ぐときに出す振動を感知したり、あとは岩の隙間などに隠れることもあるんですが、岩の
人たち、くちばしがとっても鋭いので、手や顔は出さないようにお願いします。よし、特に小さなお子様をお連れのお客様、どうぞ、お子様もしっかり見守ってあげてください。ご了承ください。お子様の、顔の高さとペンギンのくちばしの高さ、よし、同じぐらいになりますので、どうぞお気をつけください。それでは、飼育係の準備ができるまで、今しばらくお待ちください。それでは、ペンギンの部屋の前は一時的に、封鎖をさせていただきます。ご覧になる方は今のうちに外にお越しください。そして、ごまちゃんデッキの前、通路となっていますが、こちらも塞がせていただきます。それではまもなくペンギンの、フィーディングタイム、餌やり行っていきたいと思います。くれぐれもですね、手や顔を出さないようにお願いします。柵からも手を離してお待ちください。小さなお子様、お連れのお客様、しっかりと見てあげてください。不意にですね、手を出してしまうとペンギンのくちばし、ハサミやナイフのように鋭いです。ハサミのように鋭いくちばしに挟まれないようにお子様をしっかり見守ってあげてください。よろしくお願いします。さあ、それでは、飼育係の準備が整ってきました。大変お待たせしました。それではペンギンたちの餌やりに移っていきたいと思います。ペンギンたち、まだここに来てから1年も経ってないんです。このゴマちゃんデッキ、去年の7月にオープンした施設ですが、ペンギンたち徐々に外の世界にも慣れてきて、今ではご覧ください、お客様の目の前をですね、ペンギンたち堂々と行進するようになりました。さあ、階段からですね降りて、飼育係から餌をもらっていますね。あ、止まった現在ご覧いただいているペンギン、こちらケープペンギンという種類のペンギンたちです。このケープペンギン、その名前の由来となっているのが、彼らの生息地である南アフリカのケープタウンです。ケープペンギンは、ここ名古屋と似ているようにですね、暖かいところに住むペンギンたちなんですね。さあ、次々と飼育係から餌の魚をもらっています。今飼育係があげている餌の魚、主にですねアジをあげています。1つ 40g くらい、手のひらサイズのアジをですね次々と食べているんですね。はい、多い時ではですね、もう10本以上食べてしまうことだってあるんです。さあ、そしてケープペンギンたち、こちらこのようにですね外を気持ちよさそうに歩いていますが、お客様によってはこんなとこにいて暑くないのかと、心配される方もいらっしゃいます。しかし大丈夫です。ケープペンギンたちですね、先ほど、お話ししたように南アフリカなどに住む暖かいところに住むペンギンたちなんですね。そして暖かいところに住むので、このようにですね、1年中名古屋では外で飼育することができるんです。さあ、
ケーブペンギンたち次々と餌の魚をもらっていますが、餌の魚を、食べるとき、飼育係が渡したときですね、色の名前を言っているのわかりますでしょうか。あ、そうですね、青オレンジとか白とか、白黄緑とかそういう色を言いながら餌をあげていますが、これ一体何を言っているのかというと、ペンギンたちの翼の根元についているバンドの色を読み上げているんです。この翼の根元についているバンド、翼はペンギンたちの名札代わりなんです。見た目だけで、区別するのがとっても難しい生き物なので、このようにバンドをつけることで一目でペンギンたちを識別することができるんですね。そして餌の食べる量を管理したりとか健康状態を管理するときなどにも、このバンドは役に立つというわけなんです。お前が持ってこいぐらいどうよお前。さあ次々と餌の魚をもらっています。もうみんなあっちに行っちゃった。あれだったね。